おはようございます。11月9日朝5時27分の相場解説、冷やしの方から見ていきます。昨日はね、ちょっと大きな動きがありまして、あの、買、う、い、ん、の方に動かないのはまだしも、横ばいではなくてセルの方に大きく動き出したんですよね。しかも、こうやって冷やしを見ていると、この3日間、大きな、その、下への流れ、 要するに陰線ばっかり出てくるんですよ。しかも下髭出てないんで、このサンバガラスはこれからも続いてですね、とてつもない下落を見せていくんではなかろうかというふうにテクニカル的には思うんですよね。で、とりあえずこの辺のぐちゃぐちゃしてるところまでは、セルの流れっていうのはテクニカル的には来るというふうに考えられますので、倍を入れる考えはちょっとなくしていかないといけないですよね。はい、じゃあ4時間の方を見ていきましょう。4時間の方を見ていくとね、この介入があったのがここに出てますよね。 で、その後で、反値戻しがあった後、また、なんかね、ドカーンと落ちるような流れがあったんですよ。で、そっからというものを、多分これね、ドル円の相場っていうのは、あの、反対側では、アメリカの投資家さんも、これ、逆のチャートを見てるんですよ。そうなると、二度のね、日本の,あの中央銀行が勝手に介入して、相場を壊してるわけなんですよ。いわゆる、ずーっとね、ドル高できたものが、その、二兆円、三兆円高の、 資金をボーンと放り込んで台無しにしてくれてるんですよね。まあそういう感じで介入っていうのは為替操作とも言われていて、えー、国際的にはすごく批判が高まることなんですよね。で、一応、まあアメリカの FRB とかは、それはまあ今のところ認知してないよとかね、えー、その辺口出ししませんよってこと言ってますけども、うんまあ相当な旨味がなければ迷惑をしてるはずなんですよ。まあつまり介入するときって何がしかの旨味をね、 金融機関同士持たせてるんだろうなと。日銀が FRB になんかね、やってるんじゃないかなというふうな闇を感じるわけなんですが、まあそういった煽りを受けて私たちも結構ね、被害を被ることがあります。これは否定できないことだと思うんですよ。その中でずっとこの円高じゃない、円安基調に行ってたものが、なんとね、この2、3日、全然こうセルに伸びずに、うんと、こっちの方にね、うん セルに伸びずにじゃない、バイに伸びずにセルの方に向かっちゃったんですよ。で、昨日の話なんですけども、昨日はあまり動きがなかったことを私はお話し,しました。で、ピップスがあまりにも少ないんで、これでは取れないですよっていうふうなお話し,してたところ、その直後にガツンと落ちたんですよね。で、ここまでだったらまだいいんですけども、ここを超えてきたんですよ、今度。逆 N 字ブレイクです。これリアルタイムで私気づいてなかったんですけども、後解説するに、この N は、 あの予見できたと思うんですよね。で気づければアウトブレイク、ブレイクアウトかでセルで。 このリハバー、私は撮れていたと思います。リアルタイムでその時見ていれば。で、残念ながら、この時間私いませんでしたので、寝てましたんで <laughs>、また寝ていたんですけどもね、えー、ちょっと撮れなかったかなというところあります。まあ、撮れたにしても、昨日の夕方の19時ぐらいからこれが始まってるんで、多分ね、回帰月食を見に行ってたと思いますから <laughs>、<laughs> ますますこのチャートはね、終えることがなかったのかな。ただ、あの、自己解説をさせてもらうに、意味は皆さんにもお分かりいただけると思うんですよ。 N 字をかけて、下の方にズドンと落ちていきましたんで、えー、しばらくはまたね、セルの流れが続くんではなかろうかと思います。だから今日は、バイのエントリーっていうのはなかなかね、ちょっと勇気がいりますよね。テクニカル的にはこれはね、1時間軸でこんなに、もう右肩下がりになっちゃってますんで、セルを検討しなくてはいけませんけども、今のところね、セルで入っていいようなポイントも、これまた見つからないんですよ。 うん、だからテクニカル的にはセルの流れになってきたことはわかるんですけども、じゃあエントリーポイントはどこかっていうと、4時間で見たところの、まあ、強いて言えばね、このげ先とこのげ先を合計して、まあ、こういう風なゾーンはできると思うんですよ。うん、ですんでね、145円を切ったところでセルに入る。これでいきましょう。この決断しかないです。今日は。その1本でやっていきます。145円を切ったらセルで入ります。で、以上です。また追加します。